奈良交通奈良交通、カツの営業所八木新宮特急バス、八木新宮特急バスに使用される、車両八木新宮特急バスは、奈良交通の八木新宮線で運行されるバスである。カツの営業所が担当している。奈良県柏原市の山と八木駅を起点に、国道168号を経由して、紀伊山地を南下し、山間部の県境を越えて、和歌山県に入り、 新宮市の新宮駅に至る路線で、奈良県柏原市、大和高田市、桂木野市、御所市、五城,城市、吉野郡戸塚和村、和歌山県田辺市、新宮市を経由する。路線の全長は 166.9km、停留所の数は167お数え、得、全線の所要時間は約6時間半を要し、2021年時点で運行されている。 一般路線バスとしては、走行距離、所要時間、停留所数ともに、日本一である。途中下車のできる、企画券もある。大和八木と新宮の直通便は、以前は、川上村経由の路線もあった。大和八木新宮直通便は、1日3往復である。長距離を運行するため、五条バスセンター、上野地、戸塚川温泉の3カ所で10分から20分程度の、 休憩を行うものの、乗務員の交代は行われず、全区間一人乗務である。また、国道は各所で改良工事が進んでいるが、バスは集落のある旧道を経由する場合が多い。かつては一部の停留所を通過する特急運転を全線で行っていたが、2002年10月1日改正で、五条バスセンター新宮駅間に縮小し、2014年時点では、 大久保口と塚は温泉間において、わずか数箇所のバス停を通過するだけとなっている。ただし、受け川新宮駅間では、並行する熊の五ぼ南海バスの一般路線よりも、停車するバス停がかなり少なく、特に旧熊の川調子外地の神もある。新宮高校間は、途中無停車となるため、実質的には、特急である。なお、特急と、確定の間の種別として、 休行が設定されていた時代もあった。運賃表示器は乗車整理券番号が1番から111番までと極めて多いため、表示器本体に整理券番号を表記するデジタル表示式運賃表示器を使用せず、2000年代に入っても古い幕式のものを使用していたが、2008年9月よりレシップ社の LCD 式運賃表示器に取り替えられている。表示器の右半分に、 止まります、発車しますなどの表示のほかに、観光地などの案内なども表示される。最終的には、左半分の運賃表示部分は4ページにわたって表示されるが、乗客の降車時に整理券番号を運転士がボタン入力すると、即座に該当運賃が LCD 画面に表示される仕組みになっている。地元住民の生活路線であると同時に、観光路線でもあるため、天辻峠 猿ヤダム、十津川温泉、湯の峰温泉、新宮高校付近などでは、音声合成による観光案内が流され、放送のない箇所でも運転手の裁量で案内を受けられる場合がある。沿線にある、世界遺産、紀伊山地の霊場と山景道の登録資産へ行ける、ほか、大東温泉、湯前地温泉、十津川温泉、湯の峰温泉、河合温泉、渡瀬温泉といった、 多数の温泉地を経由する。戸塚和街道の進展に合わせ、1963年に奈良大仏前から新宮駅間が開業する。運転開始当初は、新宮駅は早玉、奈良駅は山和寺の愛称が付けられていた。1979年8月の時刻表では、奈良から新宮への直通便は3往復あり、 うちに往復は奈良大仏前発の奈良交通担当で、残りの一往復は橋本駅発の熊野交通が担当した。その後奈良大仏前、橋本駅のいずれも大和八木駅発着に変更され、また熊野交通は道路線から撤退し、奈良交通の単独運行となった。2009年4月1日改正で一部区間で振動経由に経路変更され、 一部停留所が廃止になった。2010年4月1日改正でホテルスバル経由の路線が開設されたが、新宮駅発山と八木駅行きの一便は経由しない。同区間を走行する奈良交通の路線バスは、広域通院ラインの各系統が存在しているが、いずれも本数は少ない。2014年6月6日の読売新聞にて、2011年の 平成23年台風第12号後の乗客減少の影響により存続の危機と報じられたが6月9日に奈良交通は沿線自治体から新たな補助金を掲示することを決めた2017年10月1日より外国人観光客の故障防止を目的に系統番号が付与され新宮駅方向が特急301系統大和八木駅方向が 特急302系統となった。山と八木駅高田市駅五条駅上の地、戸塚川温泉ホテルスバル元宮大社前引く、湯の峰温泉河合温泉新宮駅旧型車費のブルーリボンのノンステップバスが使用されている。国土交通省、奈良県、和歌山県の補助によって2015年11月に導入し、車体には沿線市町村のキャラクターや観光地がラッピングされている。 また、同系、同仕様のイスズエルガも2016年に導入されている。いずれも道路線専用車として、二人がけ主体のハイバックシートを採用し、ラッピング部分以外の車体塗装も、先代車両に順次、アイボリーにオレンジとしている。また、冬から春にかけての多脚時に限り、主に大台が原線で使用されている、ツーステップ車が使用されることもある。 1992年から使用されていた旧型車は2017年に運行を終了した。日野自動車のブルーリボン高出力車で塗装は貸切車に類似した白地に朱色と灰色のラインが入ったもので他の一般路線車の塗装と異なっていた。山道のきついカーブでも曲がりやすく運転をしやすくすると同時に乗客の乗り心地を良くするため全長が10.3メートル。 ホイールベースが4.8メートルの大型短尺車であった。奈良交通が路線バスに多く使っている3扉の大型長尺車と比べると全長もホイールベースも0.9メートル短い。また、扉は最前部の一つだけで短い車体でできるだけ多くの座席を確保している。車内全部には2面の液晶モニターがあり、次の停留所や料金とともに、 沿線の見どころなどが映し出された。過去の車両ではイヤホンでラジオを聴けるサービスがあった。ありがとうございます。